えただいまか,から経済総務委員会を開会いたしますえ。欠席届が寺田副委員長、地産届が小林委員から提出をされております。本日は初めに行財政局関係で付託議案1件の審査、および陳情1件の審査を、次に産業観光局関係で付託議案4件の審査、およびご報告2件の聴取を。 次に選挙管理委員会事務局関係で付託議案の1件の審査を、次に総合企画局関係で報告1件の聴取を行うことといたします。従いまして、行財政局、産業観光局、選挙管理委員会事務局および総合企画局以外の局に対して、質問のある方はただいま挙手いただき、あらかじめ質問内容をお申し出いただきますようにお願いいたします。それでは質問のある方 挙手願いますそれでは本日、先ほど申し上げました行財政局、産業観光局、選挙管理委員会事務局および総合企画局以外には質問は行わないことといたします。それでは初めに行財政局関係の付託議案の審査を行います。議題140号 京都市執行機関の付属機関の設置等に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを審査いたします本議案の審査にあたり都市計画局及び、えー、建設局の関係理事者にも出席をいただいておりますのでご承知おき願いますそれでは理事者説明願います小瀬総務部長、はい、よろしくお願いいたします着席して,席してい、はい、ありがとうございます それでは議案説明資料の冊子のピンクの紙以降の1ページをご覧ください。議題140号、京都市執行機関の付属機関の設置等に関する条例の一部を改正する条例の制定についてです。まず1、条例改正の趣旨です。 かっこ2の京都市八条市営住宅団地再生事業検討委員会は、八条市営住宅において、着手予定の団地再生事業が効率的、効果的に実施できるよう、本事業の内容や事業手法、事業者の選定等に関する事項について、市長の諮問に応じ、審議するため、新たに設置しようとするものです。次に、2、条例改正の概要です。括弧1 廃止すす。る付属機関は、京都市京都都市高速道路検証専門委員会です同委員会は、京都高速道路堀川線、久世橋線、西大路線の3路線について、都市計画施設としての機能、および効果等を検証するため、設置しているものでありますが、このたび平成28年5月に、委員会による意見書を市長に提出したことから、その役割を終え、廃止いたします。 各国に新たに設置する付属機関は、先ほど申し上げました、京都市八条市営住宅団地再生事業検討委員会でございまして、その担任事務、委員の認定数、任期等については、表に記載のとおりです。3、施工期日については、交付の日としております。以上で行財政局関係の議案の説明を終わらせていただきます。よろしくお願いいたします。それでは、は質疑のある方は挙手願います。 それでは樋口委員、えー、初めにあの高速道路専門委員会の、えー、廃止の方ですけれども高速道路は不要ということで意見書が出されたので、まあ、廃止は当然のことと考えています、えー、ただ本誌も、ね、それを受けて、えー、廃止の手続きに入ると表明をしていますけれども まだ手続きは始まっていないようなんですけれども、いつ始めていく、まあ、今後、どういう計画になっているんでしょうか市橋技術総括担当部長。はい、えー、高速道路残る3路線の廃止についてでございます。えー、現在、あのー バイパストンネルなど残る交通課題への対応の検討、あるいは廃止に関わる国、京都府との協議を着実した段階でございまして、素案の作成のための協議、資料を作成している状況でございます樋口それで今後の計画、予定はいつになるんですか、その素案ができて。 まあ、都市計画決定に向けての手続きを始めていくことになると思うんですけれども、そのあたりはどう,どうでしょうか市橋担当部長。はい、まだあの事前資料の作成、えー、協議を進めている段階でございますので、えー、その資料の内容、あるいは具体的な京都府、あるいは国との協議の中で、どういう作業になってくるのかというのが明確になって、これ、今後来ますので、その時点で一定の目処が立つのかなと考えてございます。樋口委員 あの長年の懸案事項でもありますから速やかに、ね、この手続き進めてい、えー、く必要があると思,うというふうに思っていますしそれしっかりとあの進めていっていただきたいと思いますで今、少しあの答弁の中にもありましたけれどもあの廃止を表明した際に、まあ、付け加えられているのがあの 堀川通り、油の工事通りの地下バイパストンネルの方針であります。これは私は市民的には全く理解ができないものというふうに考えております。高速道路計画の際には堀川線総事業費は1200億円というふうに言われていたものです。で国直轄事業でこのバイパストンネルを行わる 行ったとしても、本資負担は三分の一という話ですからあ。莫大な経費のかかる大型事業ですね。私は、これは、こんな事業は。あのー、進めるんじゃなくて、見直すべきだと、見直すべきだと思いますけども、いかがですか。市橋担当部長。はい。 あの高速道路検証専門委員会の意見書の中で、2人といたしまして、今ご紹介ありました京都の交通課題、特に南北軸に対して交通課題があるということで、堀川通りの JR 東海道交差部においては、それ 以外の6車線から4車線に縮小しているということで、慢性的な交通渋滞が生じているということがございました、これにつきましては、容量の拡大に向けて取り組みを進めるべきという意見をいただいております、これにつきまして、国道ということでもございますので、京都市は国に対して、そのバイパストンネルでの整備を要望したところでございます。 交通課題を考える場合に、やはりこれは将来的には必要な道路であると考えてございます樋口委員あの検証委員会の検討委員会の中で、えー、あ検証専門委員会の中でも今、議論があったと言われましたけれどもこれ、京都市の側が用意した資料の中にこのバイパストンネルの資料は滑り込ませてあったとそして委員会の中ではあまり議論にもならなかったというふうに私はあの。 適力を見てて、ね、感じています結局、京都市の方が誘導しているような、ね、形,形だったなというふうに感じていますしあのもし、の今の渋滞というのが本当に大変だというふうに感じていらっしゃるんだったらまさに車の送料そのものをどう減らしていくのかここにこそ、ね、力を注ぐべきじゃないでしょうか。これまでのようにどどどどんどんんどんん道路を作っていくんだ こういう考え方じゃなくて、今はそうじゃないそ、送料規制をしっかり働かせていく、公共交通に乗り換えてもらう、これが京都市の方針でしょ、私はこの京都市の方針、これまでの方針を曲げるようなことはあってはならないと思います。これは指摘をしておきます。で次に、八条市営,団市営住宅団地再生事業検討委員会の設置についてですけれども、 えっとまずお聞きしたいのは、この5人の委員さんを選ぶということなんですけれども、この基準はどういった基準でどういった方々を選ぶことになるんでしょうか三品住宅事業担当部長、はい、あの委員の構成ということでございますけれどもあの、かなり専門的な分野の審議を行っていただきますので、えー、住宅分野、それから都市計画、建築の実務、財務。 それと地元のまちづくりに精通されている地元の代表の方々、こういった方々に入ってをいただいて、審議をお願いをすると、こういうふうに考えております樋口委員、はいあの。専門家の方々という理解になるのかと思いますけれども、でこの委員会では、じゃあ具体的にどんなことを話し合うのかと。 検討していくのかとこの担当する事務のところを見ていてももう一つ、えー、イメージがわからないんですけれども事業内、まあ、お聞きしたらまあ事業内容と PFI 手法についての検討を行うというお話でしたそこで事業内容なんですけれどもこれはあの昨年度コンサルが作った事業概要というものがありますけれども、えー、この事業 の概要をさらに、えー、深めていくというか、これをに肉付けをしていくというようなイメージでしょうか三品担当部長。はい、あの平成27年度にあの、民間活力導入可能性調査というものを行いまして。 事業の骨格でありますとか事業手法について基本的な検討を行ったところでございますそれに基づきまして現在ご審議会で取り組んでいただく審議をいただく中身についてたたき台を作っている段階でございますまずあの事業の内容と申しますのは当然これ全棟建て替えの事業でございますので建物の整備水準でございますとか規模こういったもの それから今回ですね、この事業は単に建て替えを行うだけではなくて、余剰地をしっかりと生み出して、そこに団地の内外、地域の活性化を推進する機能を誘導していこうと、こういうことも検討しております。こういった機能につきましても、この審議会の中身でご議論いただく、併せまして、PFI 事業が一定の効果があるというような検討結果が出ておりますので、従前の分離分割方法と合わせて、 えー、しっかりと検討いただいて、慎重に審議をいただくということとしております。その上で、えー、事,業の事業者の募集に関わります選定基準、これにつきましても、ご審議をいただいて、えー、具体的な事業者の選定まで関わっていただくということで、2年にわたる期間設置といたしております樋口委員。事業内容の方は、えーこ,こ,にえー、これはの私が今、手元にあるのは、 入居者向けの説明会の資料ですけれどもここに書かれているような内容を具体化していくということの理解なんかなというふうに今聞いてて思いましたけれどもただこれも PFI が前提だなというふうに感じますし今のご説明でも PFI の導入というのを検討するというふうにあ、えー、妥当かどうか検討すると言っていながら PFI の 事業者の選定までこの委員会が行うことを想定しているというふうなご発言でした、これ、じゃあ結局は PFI を行うということを前提に進んでいるということですか三品担当部長。はい、あの2年にわたります審議をお願いをしておりますけれどお願いをしたいと思っておりますけれども、今年度内に事業の中身と、それから事業手法について決定をしたいと思っております。 その上で、来年度はその決定した事項に基づきましての事,業の事業者の募集という作業に入ってまいりたいというふうに考えておりますので、今年度の方針に沿って、また引き続き来年度やるということでございます。ですので、現時点で PFI で決めてかかっているという状況ではございません。口、だとしたら先ほどの説明はおかしいですよね。まだ決まってないんでしょ。だから PFI 事業の その事業者の選定までこの委員会が行うんだという説明は、それは言い過ぎじゃないですか三品担当部長、はい、あのですから、PFI の事業者を募集するとは申し上げておりませんで、事業者の募集について関わっていただくということでございます樋口委員、はい。分かりました、えー、まあ今年度内に PFI の手法も含めて検討するということであります。 あのこの PFI についてなんですけれどもまず大前提として、えー、公共工事の場合できるだけ分離分割発注をして地元業者の育成を図ると,ということが基本となると思うんですけれども、えー、これは多分、あのこちらの行財政局の方が担当になるのかなと思いますけもいかがですか。うん ゆうき財政部長、はいあの。公共工事の発注につきまして、えー、中小企業、市内の中小企業に発注することを原則ということで、あの公契約基本条例でも定めておりますし、それはあのその通りでございます。このの PFI につきましてはあ、えーとまあ、民間の資金とか 経営能力、技術的能力を活用することによりまして、えー、効率的で効果的なサービスを提供する手法ということで、えー、平成11年に PFI 法、いわゆる PFI 法が定められまして、あの全国的に実施をしているものでございます。まあ、本市におきましても、PFI の導入基本指針というものを策定をいたしまして、この指針の中で、 総事業費がおおむね50億円以上、あるいは建設事業費が WTO 協定に基づく基準以上、この事業費が大規模なものにつきましては、基本的にこの一応 PFI についてどうかということを検討すると。 というふうにいたしておりまして、えー、この八条市営住宅につきましても、その基本指針に基づいて検討をいただいたということでございます樋口、はい、あの市内発注、市内業者への発注は原則という話がありました、ただ、えー、この PFI 方式はあの、この分離分割発注、つまり市内発注、市内,市内の著書を者発注とは、 対局にある、えー、方法です設計施工維持管理も含めて、えー、一括発注を行う今、えー、ご紹介ありましたけれども資金調達も含むということでありますからこれはどう考えてもスーパーゼネコンですとか大手商社こういうところが中心にならざるを得ないんですね事業手法としてこれは私は私地域経済にとって。 マイ,ナスでマイナスというふうに感じざるをえないんですけども、いかがですか、結城部長、はい。今、先ほども申し上げました通り、大規模な事業、WTO 以上がき基本になってまいります。まあ、そういうい WTO 基準以上の事業について、一応検討するということにいたしておりますけれども、この中で事業者選定の考え方といたしまして、これ、一般の PFI じゃなくて、公が直接契約する工事もそうなんですけれども、 まあこの基準を超える場合でありましても、構成員にその市内の中小企業を加えるように求める、あるいは下請けに市内の中小企業、これを活用する、あるいは本市の区域内で生産されたもの、こういったものを使うようなことを検討するように記載をいたしておりますし、そのような努力をいたしているところでございます。樋口委員 確かに下請けに入るように、まあ、あの一般的な指導をしていると、まあ、そういうグループにも入るということもこの間で言ったら見られますしかし分離分割発注をすればしっかりと元請けで入れるような業者が下請けにならざるを得ないこういう状況が生まれているのが事実なんですねですから私はやはり先ほど言われたように、えー、市内の中小業者 しっかりと育成していく観点からもしないハッチを強にするというところはね貫くべきだと思うんですよそういう観点から私ねこの PFI という事業はね本当に疑問というかこれはあの取るべきでないその点からだけ見ても取るべきでないなというふうに感じていますであのいただいた資料というかあの、えー、武井さん特別委員会で資料要求がされていてその資料を見ていますとあの国からの補助金である 家賃対策調整補助金というのが9億円、この PFI の場合は出るというふうになっていますけれども、なぜこの PFI の方式だけこれが出て、従来手法では出ないという考え方なんでしょうか三品担当部長。はい、あの家賃対策調整補助金でございますけれども、これは PFI の中の BOT 方式といいまして、建設をして、そのまま民間の事業者が 所有、そして維持管理をしてというような形態の上、一定の期間後にです、ね、行政の方に渡すと、こういうふうな事業手法でございまして、民間側の所有している期間が一定あります、その間につきましては、民間補助といたしまして、家賃対策補助金が出ると、この中身は、市営住宅、所得に応じまして、様々な階層で,です、ね、家賃設定されておりますが、最高のお家賃と、 実際に入られている皆さん方との家賃との差額の45%分を積み上げていただけるものとで、これを事業費に充てることができるということで、年間お,およそ9000万円でございますで、最大この制度が10年間活用できるということで、国交省に確認をしておりますので、かけて9億円のプラスの補助金をいただけるということでございます。国の,、えー、の仕組みとして えー、そういう設定がされているということ,のと,いうことだと思うんですけれども私、だから国の方も一生懸命この PFI に、ね、誘導しようということなんだろうなというふうに感じるんですねそれをに乗っかって京都市がやっていくという,ふうなことなのかなというふうに感じますで施設整備期間というのがあ,ありまして えこれはまあ設計および工事期間ということだと思うんですけれどもえ従来手法だとえ4年半 PFI だと4年というふうになっていますただこれの設計と施工を合わせた期間ですからあの工事期間だけで見たらえこれ多分かかる工事期間そのものは同じだと思うんですけれども それはそういうことで確認をしてよろしいでしょうか三品担当部長、はい、あの工事の施工の時期という期間と申しますのは大きく変わらないと思います大きく変わってまいりますのはあの分離分割発注の場合にはあの複数です、ね、あの入札手続きが必要になってくるということとそれから PFI と一括発注の場合は、えー、事業者が決定した段階で 設計に入っていくまた事業を実際に行っていく解体や施工についての準備も始められるということでさまざまな準備期間がです、ね、縮小されるということが分かっておりますのでそういったものでおおむね半年間ぐらいです、ね、縮小できるのではないかということで調査ではままとめております樋口実際の工事期間でいうと、ね、あまり変わらないという話だったと思うんですね。それその点ででいうとと私そこにに住んでいる人にとってみたら どちらでもあまり変わらないのかなという,ふうに思うんですね、実際に工事をする期間はその場所にいることができませんから、他の場所に移ってもらわないといけないですから、その工事の期間が一緒であれば、住んでいる人にとってみたら、特にこの成功期間、従来手法であっても BFI でも変わらないということで確認をしてよろしいでしょうか。三品担当部長 はい、あの具体的な工事自体の期間は変わらないわけですが、その準備期間も含めますと、やはり従前手法の方が期間が長くなるであろうというふうな調査結果でございます、それと今回の民間手法ですね、あの大きなポイントといたしましては、200所帯の皆様方が現に入居されていらっしゃいます、その皆様方に仮店、大がかりなものをしていただかんということで、民間の賃貸住宅も含めてお借りをして、 実施をしていく必要があるそれをスピーディーにやっていく必要があるというようなことで民間のノウハウも活用をしもってやっていくことがメリットがあるのではないかというような今調査の結果が出ているということでございま樋口委員何であの仮移転が民間の方がスムースにいくのか京都市がやるとスムースにいかないのかそれがよく分かりませんけれども、まあ、いずれにしてもその、えー、ま準備期間が え少しは短縮できるのではないかという話でありました私はその点どうなのかなとその多少のそれがというのがどの程度のものかだってこれあの半年の差であるけれどもこれは全体としてはここまで工事期間で言ったら差がないということですからあまり住んでる人にとっては結局は変わりがないのかなというふうに今話を聞いて感じているところです。 であと整備費用ですけれども PFY だと4億円少ないというふうに算定されていますこれは注釈が書いてありまして他都市の場合16%削減できた、まあ、こういう情報があるとで専門家の意見では10%削減できるという助言があったということでありましたこれ16%あるいは10%削減というのは それぞれ根拠が出るものなんでしょうか。ミシ担当部長。はい、あの16%とおっしゃっていただいておりますのは、まあ全国で先例が40に事業ございます。市営住宅の。 た建て替えに対しまして、PFI 事業を活用したという事例が40人ございまして、その中で公表されております事例につきまして、平均いたしますと16、16%の VFM、いわゆる削減が出ているということでございます、また、専門家、こういった事業に関わっていただいたコンサルタントの専門家に話を聴取いたしまして、おおむね10%程度の削減が見込めるということで、その数字を入れさせていただいて、根拠とさせていただいているところであります。 口ですから、その VFM ですね VFM の算定の根拠というのが出るかといったら、ね、この間でいうと、ね、これいくら聞いても、ね、なかなか出てこないんですよね、多分こうなるでしょうとで話を聞いていくといろいろな割引率みたいなもの率を掛け合わせていっただく結果こうなるんだろうと。 そ,そうなんですよ多頭市の場合でも16%削減平均して削減できましたと言っても別に従来手法で立て,てみた場合と,と PFI で立てた場合と実際に両方とも行っているわけではありませんから計算上の数値を見ていくとどうにでも数字がいじれるなというものが紛れ込んできているというのがこの間の、ね、PFI 手法の、ね、状況なんですよね。 でこの今言われたコンサルが10%といったこのコンサルというのはお聞きをしたら今回、この、えー、昨年度この基本の内容を作ったコンサルだということになりますから当然、まあ、この PFI があの有利だというふうに決定づける上でで、ね、そういう数値を出していくのは当然だと思うんですよですから本当に、ね、私、この4億円の削減ができるであろうと。 ということそのものもね、一体どうやるほどの根拠があるのか、これには疑問をね、感じざるを得ません、またあの、活力創出ゾーンということがあ、ものが作られるという話でありました、で商業施設の類いを作るということなんでしょうか、またそれは団地に住んでいる方が望んでいる内容なんでしょうか。三品担当部長 はい余剰知能活用につきましては、市議会でご議論いただいて、えー、その方向性についてご議論いただいて決めていくものでございますので、現時点で決めておりません。樋口委員決めていないというのは、なんか全然何も考えていないんですか、でなんで活力喪失ゾーンという名前がつくんですか。三担当部長 はいあの少し長くなりますが京都市には住宅マスタープランというこういう冊子を作っておりますあの我々が事業をやっている上位計画になりますけれどもこちらの方にですね、えー、市営住宅団地の今後のマネージメントをやっていく方向性ということを謳われておりまして1つはコミュニティバランスに配慮した団地を作っていくと、えー、世帯でありますとか世代でありますとか収入とかこういったもののバランスが取れた 団地を構成していいくべきであるとこういう方向性のものがございますもう一つは団地内外と周辺の地域の交流を図るためのコミュニティ活性化に資する機能をです、ね、あのこの市営住宅内の土地でありますとか建物も活用しまして機能を充実させていくとこういうふうな考え方がございますそれとあの地域のです、ね、実情の施設配置でありますとか こういったものをトータルで今調査をしておりますのでそれをベースに市議会でご議論いただこうかと思っております樋口結局どういう話なのかよく分からなかったですね今のねここでそれをベースにというとで何でも考えるという話であるのか具体的に一体どういうものをことをそこで話し合ってもらうのかあまり ないんだという話なんか、よそこら辺がちょっと理解はできませんでしたけれども、PFI 手法であった場合は、えーまあ、その民間事業者が儲けを上げるということが前提になりますから、えー、そういうところに商業施設を作っていく、そこで儲けを上げる、こういうことも、えー、事業者の裁量の中でやるんだということが、この間の 一連の流れでありますから私そういうことをね、えー、が本当に住民の望む方向なのか、まあ、それもしっかりとした議論が必要だなというふうに感じています。であとあ、PFY、もし選んだ場合、えー、10年間の維持管理業務を行うということでありますけれども、まあ、維持管理業務をこの民間事業者が行うということでありますけれども、えー、そこの民間事業者と、 本来、維持管理を行う維持住,宅住宅供給公社との関係はどのようになるんでしょうか三品担当部長、はい、あの維持管理の、まあ、役割分担です、ね、ということだと思いますけれどもあの当然、出来上がってまいります物件については新築であります、おおむね10年程度を想定しておりますけれども、まあ、大きなあの大規模なです、ね、修繕が必要になると。 のことはなかなか考えられませんので定期点検でありますとか法定点検のようなこういった通常必要な点検業務これを民間事業者に行っていただきまして住宅供給公社につきましてはやはり全体的な市営住宅の公募でありますとか運営管理を行っておりますのでそういった全体のマネジメントについては公社の方で行うとこういうふうなことを基本に考えております。 いいですかはい、いでは進行いたします、平山委員、えー、新しく設置する、えー、京都市八条市営住宅団地再生事業検討委員会について、えー、質疑をさせていただきます。あの今、えー、かなり細かな点はあの質疑がありましたので、えー、まずですね、<coughs> この、えー、審議会あ、検討委員会で、えー、先ほど、まあ、住宅、それから都市計画、建築などの専門家に加えて、まあ、住民の方の、まあ、代表の方にもあのこの5人以内の委員に入っていただくというご説明がございました、えー、この間、ですね、あのー、このなかなか、えー、この八条市営住宅の再生 だまあ、団地の課題というのが、まあ、前進しなくてようやくこう進み始めたところですけれども、まあ、あの本市としてです、ね、この今、お住まいになっておられる方々のこういう団地の、まあ、リニューアルというんですか再生事業に関しての、えー、意向というか意見というかというのはあのどういうふうにお捉えていらっしゃいますでしょうか。三品担当部長 住民の皆様の声ということかと思いますけれども、複数回のアンケート調査でございますとか、説明会、個別訪問もしてする中で、お声を拾っております、皆様方、この建て替え事業、協力的に進めてほしいというお考えでございます、皆様方のご心配事としましては、やはり仮移転をするにあたりまして、どこへ行くのか、どれぐらいの期間になるのかと。 ご高齢の方も多いんで、そういったご心配の声がございますので、お一人お一人の詳しい状況を把握して、丁寧なです、ね、移転プランを検討していく必要があるというふうに考えております平山委員。<laughs> はいえー、先ほど、少し、えー、細かな説明がございましたけど、改めてですね、えーまあ、27年に、えー、この 民間活力の導入の可能性について委託調査をされているわけですけれどもそういうことを踏まえて PFI 手法による団地再生事業今回のこの団地再生事業について現時点でのメリットをどのように考えておられるのかお聞きしたいと思います。三島担当部長 はい、あのまあこれは昨年度の調査結果に基づくということになりますけれども、1、えー、つ,つはです、ね、事業の期間がおおむね半年程度短縮できるのではないかと、それと経費面におきましては、京都市の負担額が13億円削減できる可能性があると、その13億円は先ほど申し上げましたように、家賃の対策補助,策補助金というようなものが別に9億円いただけますのと、えー、それからです、ね、事業の縮減が。 4億円ということで13億円円ととといいううこで13になってございますそれから PFI 手法を取った場合につきましてはいわゆるそのカップ払いというようなものが可能になってもありますので仮に18億円の事業費を京都市が支払う場合にです、ね、この契約期間これを例えば10年にした場合には 1, 億1年当たり1億8000万とかいう形で分割でお支払いすることができると。 みんなこといわゆるその財政上の負担がです、ね、平準化できると、こういうメリットもあるというふうに考えております平山委員。さまざ、あ、まな、ねえー、財政面であるとか、まあ、その建築機関の面であるとか、そういう点については、あのこの委託調査で、えー、一定程度のこの 現段階での判断をされているというふうに思いますけれども、まあ、この PFI 手法を取ると民間活力を導入するということについてあの、まあ、先ほどおっしゃられたアンケートや個別訪問などで、えー、お聞きになられている住民の方の、まあ、意見と。 について、まあ、何か課題があるのか、あるいは住民の方がこのことについて直接的に何かご意見を申されているような声があの届いているのか、そこをお聞きしたいと思います三品担当部長、はいあの。事業手法を確定させていないという状況もございますけれども、あの事業手法に対しての特段のご意見は、 あのほとんどないという状況でございます。やはり仮店でございますとか、あ日々の暮らしについてのですね。あの心配事の声が多いという状況でございます。平山委員。<laughs> まああの今後はね、この審議会で、えー、現段階まで、あの本紙が、あの。 積み上げてきたさまざまなあの検討事項ということをこの審議会で一定程度市長の諮問によって審議をされるということにあのなってくるわけですけれどもまあこれまでの私はですねえ住民の方のまあなかなかこの話進まなかったんですよここでようやくこう前に進む状況ができてきたわけですわこ,これ本当に大事なことだというふうに思うんですでねこれまでのさまざまなあのこの経過をですね それはあの審議会の方に予見を与えるという意味ではなくてそういう前提もしっかりご説明した上であのえー、この審議会というものの審議も十分重ねていかなければならないというふうにあの私は思います。まあ、住民代表の方がいらっしゃるので、ね、そういうお声もしっかり届くと思いますけれどもあのそういうことをあのは大事なんのではないかという,ふうに思います。それと、えーまあ ご心配なされている、ね、あの住み替えの、まあ、仮入居というんですか住み替え今入っている方はこれ建て替えになるわけですから住み替えの件だとか、まあ、そういうことについてはあのしっかりと本市として責任を持ってあの対応をしていくということはこれはです、ね、やっぱり保証されないとあの市営住宅が建て替わるということに。 ついてのなかなか市民の方の納得も難しい部分が出てくるのではないかというふうに思います、そういう点をです、ね、しっかり認識したであで進めていただきたいなというふうに希望いたします、最後、ご所見があればお伺いしたいと思います。三担当部長 はいこの八丈団地の再生にあたりましては、まあ、大変右翼曲折もありましてここに至ってございます一旦は全面的なこう改善の手法でやっていこうじゃないかということで済みましたけれども事業費や住民の負担が非常に大きいということで一旦断念をして全面的な建て替えに変わったという計画もございますまた地元からも要望をいただいてですねえ地元全面的に協力しようということで取り組んでおりますので不退転の決議で,決意でやっていきたいと思っておりますまたあの本当に住み につきましてはかつてない規模の大規模なものをやっていかないかんということで私ども周辺の民間住宅、えー、本当に調べまして半径2キロ圏内に204世帯の空き、ね、のあるバリアフリー化をされた住居がございます。 こういったものがあるということも早くしておりますし、そういった説明を住民の皆様にさせていただいて、安心してです、ねえー、進めていけるように、今、ご説明をしているところでございますので、引き続き市がしっかりと関わってやっていくことについては間違いなく、間違いないことでございますので、よろしくお願いをしたいと思います。以上でございいまます。進行いたします。進たし西村直委員。えー 八条市営住宅についいいてお尋ねしたいと思います、えー、老朽化した市営住宅の整備ということですけれども、えー、いつこれ整備されたんですかね三品担当部長。はいあの、昭和40年代の初めでございます。党、えー、によってさまざまな建築年次が違うんですが、えー、昭和、えっ、ー、とですね。 37年から昭和41年にかけて建築をされているものでございます西村吉直委員まああの建物によりましたら50年近くということであります私あの時々ね毎日あのお聞きはしておりません時々その市営住宅のことについてあのお尋ねしていることがあって あのまあこ,のね、ここだけではなくて市内全域の市営住宅の整備を進めていくときに、まあ、方針として、ね、先ほどお聞きしましたこれ建て替えするということをお聞きしてます確かに何回か聞かせてもらうたときには建て替えということではなくてそれは建て替えた方がいいです。 あのきれいになるし、そしてまた強度もなお一層測れるということですから、それは建て替えたほうがいいんですけど、聞いたときには建て替えではなしにあの補強ということを何回か聞かせてもらったと思いますけど、これは建て替えやと聞いて、いつその話に変わったんですかね、方針が。三品担当部長 はいあの、まあ、京都市のですね市営住宅の、えー、再生の再生といいましょうか、整備についての基本的な考え方は、まあ、現在あるストックを最大限活用していくということで考えておりまして、基本改善でいくという考えでございます、ただ、そのストック計画の中でガイドラインを作っておりまして、建築年次でございますとか、その中にお風呂があるかないか。 面積でありますとかあのこれから先ですね使えるかどうかという判をいたしまして使えないものについては一部建て替えを検討しております八王団地は先ほど申し上げましたように当初ストック計画に基づきます改善事業でいこうと思っておりましたあの耐震が非常に弱いということでアウトフレーム外側につけて補強するとまたあのエレベーターをつけるような工事かを考えておりましたけれどもその耐震度が非常に弱いということが分かりまして えその壁面、アウトフレームを両面に分かったってつけなきゃならんとみたいうことが事業の途中で分かってまいりましてコストも非常に大きくなってくると一方でまた使える年度が年次が短くなってくるという,ようなこともありますのでこれはむしろ建て替えに全面切り替えした方がメリットがあるということで事業を進める中で途中で方針転換を図ったというものでございましてこれは平成26年度にそういう方針に切り替えたものでございます。 西村委員そうした変わったことは言うてくださいね。訪ねた時にはね。訪ねた時には補強で行くということを聞いててまた建て替えをしていくケースがあるって今聞いたらどっちでも取れるわけですよね。ほんでいろんなもう施設をあのよりいいものにしていこうということですからそれでしたら割と比較的ね。 新しい部類に入るのか古い部類に入るのか分かりませんけど落斎ニュータウンの市営住宅なんてはね今この平成の28年になってシャワーついてないんですよねけどそのシャワーを整備してくれるのを待ちきれなくて皆さんここでバラバラでどうしてもつけたいわというてつけていただくようなことになっててね同じ落斎ニュータウンでも増え住宅 ね、笛住宅ではシャワーの整備がついてると同じ落差地域の中で笛と市営と見た目にはそんな変わらないけどやっぱり区分がしっかり市営住宅です笛住宅ですってなった時に市営住宅にはシャワーついいてないんですよ、ね、でそしていろんなことを尋ねたら補強やっていうようなことを言うけれど建て替えでも切りどちらでも 切り替われるような話を言うてくれるけどそれやったらそれで言うてくれないと、うん、そちらではしっかりあのいろんなもを話してやっていくということですからちょっとああの説明っていうかあの周知の方をしっかりしていただきたいと思いますしそれと、えー、当然ね建て替えとなったらやっぱりそこに住んでた人が。 どこか他のところでやっていく、先ほど今、いろんな質疑の中でやり取りありましたけど、本当、これ大変なことですよ、うん、また戻ってきてもらえるかどうかもわからないし、まだ戻りたいと思ってても、ね、優先的なこととかいろんなこととかあって100、100%には私、ならないと思いますよ、うん。それとその 団地の内外ということですけど、中は分かりますけど、外の活性化というのはどんなことを考えておられるんですか西村担当部長あの、まあ。市営住宅のいわゆる中と外、いわゆる交流をしっかりと図っていけるような機能が大事なんではないかと。これが具体的にどんなものが良いのかというものについては、審議会でご議論いただきたいというふうに思っております。西村吉直委員、それと。 今回はあの8畳住宅ということですけども、それ以外のところでね、もう次々にその50年を迎えてくるということにもなるので、それ,それから言えば、みんな建て替えができたり、補強ができたり、もうその一貫性を持ってねあの、ちょっとしていただきたいと思いますけど、その辺についてはどうですか三品担当部長、はいあの。原則は改善事業でやると。 いいうことでございましてその改善事業を進める中において改善事業でやりきれないもしくは大きなメリットが見込めないとなったときに違う事業あの手法にです、ね、変更するということは考えられます、これは具体的な事業を進めていく中で判断ができるところでございますので個別な事業の中で判断をしてまいりたいと思います、まあ、そういった中で動きがあった場合にはあの皆様方に周知ができるように努めてまいります。西村義直委員 まあ、広報ではねいろんなやり方があるということですもちろん建て替えていった方があー後々の経費とかあるいはその工事の期間とかも含めてね効率がいいということもあるかもわからんけどもそのいながらにしてね お住まいながらにしてあの補強のできる広法とかもあるんで、一つ一つあの点検兼ねてねやっていただきたい、また丁寧に進めていただきたいというふうに思いますどうです三品担当部長。はい、あのガイドラインはしっかり持ちつつ、あのその対費用効果、あの効率性も含めてです、ね、精査を絞って進めていきたいというふうに思います,いいですか他にございませんか。 なければ以上で負託議案に対する質疑を終わります都市計画局及び建設局の理事者はご退席願いますご苦労様でした 次に陳情第40号命名権販売についての説明を審議いたしま審査いたします。本陳情の審査にあたり、文化市民局の関係理事者にも出席をいただいておりますので、ご承知をおき願いますそれでは理事者説明願います西村資産活用推進室長着席して説明してください。はいはい、ありがとうございます。 それでは陳情第40号京都市のいわゆる命名権販売について説明を求める陳情書についてでございますお手元の陳情文書表をご覧願います本陳情書につきましては上行の石立代表若井様から提出されたものでございます最初に陳情の趣旨についてご説明いたします 京都市美術館の命名権いわゆるネーミングライスのパートナー企業の募集について司会において議論されているが京都市役所本庁舎および元利休二条城について命名権の販売,販売を調査検討研究しているとすればその理由していないとすればその理由について司会への報告を求めるよう陳情されたものでございます。 続きまして2つの陳情項目それぞれに対する本市の見解についてご説明いたしますまず陳情項目1京都市役所につきましては市全体を総称する象徴であり民間企業の名前が入ることについては社会通念上また市民感覚的にも問題があると考えており命名権いわゆるネーミングライスの導入は考えておりません 次に陳情項目に元利休二条城につきましても世界遺産でもあり歴史に由来する固有の名称であることからネーミングライツの導入はふさわしくないと考えておりますなおネーミングライツ制度そのものにつきましては司会からもさまざまなご意見ご指摘をいただいているところでございましてそれらを踏まえ制度の見直しについて現在鋭意検討を進めているところでございます 説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。ただいまの理事者の説明も含めて何かご質問、ご意見はございませんか。なければ本件は陳情ですのでこの程度にとどめます。文化市民局の理事者はご退席願います。ご苦労様でした。以上で陳情 審査を終わりますが、この際、えー、危機管理官、管理官監、えー、察官および行財政局に対して何か質問はございませんか <laughs>、えー、なければ以上で行財政局を終わります。理事者ご苦労様でした え次の産業観光局につきましては、休憩せずに行いたいと思いますので、ご,承知きえご了承願います。それでは産,後産業観光局の理事者が参りますまで、しばらくお待ち願います。 委員会を再開いたしますそれでは産業観光局関係の付託議案のの審査を行います委員の皆さんにあらかじめお願いをいたします。付託議案の内容から質疑が外れないようによろしくご配慮をお願いいたします。議題144号、150号から152号、京都上池毛農業集落排水処理施設条例の一部を改正する条例の制定について、ほか3件、 以上4件を審査いたします。審査は議案についての説明を一括して聴取した後、関連する議案ごとに質疑を行うことといたします。それでは理事者、説明願います。前原産業戦略部長、着席して説明してください,、はい。それでは産業観光局から提案させていただいております、議案4件につきましてご説明申し上げます。お手元の平成28年9月司会議案説明資料議13ページをご覧願います。 はじめに、議第144号、京都市上湯毛農業集落排水処理施設条例の一部を改正する条例の制定についてでございます。まず1、条例改正の趣旨でございます。本条例は、上湯毛農業集落排水処理施設と同一の使用量である、京北特定環境保全公共下水道の使用量が、公共下水道と同一の額へ改定される予定であることから、市民サービスの公平性を確保するため、 京都市上上農業集落排水の使用量等を改正するものでございます。2条例改正の概要、両学校1基本使用量でございます。1回月当たり基本使用量を現行の1000円から650円に改正するものでございます。次の両学校2、充電使用量は 1か月あたりの充電使用量を現行の5立方メートルを超え10立方メートルまでの部分160円から10円にするなど表に記載のとおり使用量を改定するものでございます両学校さん使用料金算出方法は現在毎月算出しているものを2ヶ月ごとの算出に改め毎月の料金請求を2ヶ月ごとの請求に改めるものでございます議14ページをご覧願います 3、施工金一につきましては、平成29年4月1日を予定しております。次に4、経過措置でございます。改正後の使用料の額が、従前の方法により算定した額に比べて、高額になる場合は、平成29年4月1日以降の最初の使用料金の額は、従前の方法により算定された額とするなど、使用者に不利益が生じないように必要な経過措置を設けるものでございます。 また、議15ページには参考といたしまして、施設の概要、使用量の比較、区域図を掲載しておりますので、ご参照いただければと存じます。議39ページをご覧願います。続きまして、議第150号、京都市中央浦州市場第2市場再整備工事に係る、冷蔵冷凍設備工事の請負契約の提携についてでございます。まず、1、工事の概要、両学区1、工事の目的でございます。 京都市中央の処市場第2市場は開設から45年以上が経過し施設の老朽化が著しくまた食の安全食育への関心の高まりなどさらなる機能強化が求められておりますこうした状況を踏まえ平成22年に策定した都ミートマーケットマスタープランに基づきより安全安心良質な食肉を提供するとともに海外輸出の推進や食育食文化の学びの場とする施設とすることとして 平成27年9月から再整備工事を進めておりますこの度は、市場本島と外部貯蓄等における冷蔵冷凍設備工事を行うものでございます。両学校に工事の場所については現在の第2市場の敷地であります南区岸正院石原東の口でございます。3工事の内容につきましては市場本島新築工事等に伴う冷蔵冷凍設備工事等の設置工事を行うものでございます。2 竣工期限は平成30年10月31日でございます。3. 契約方法でございます。本件につきましては一般競争入札を実施し、平成28年7月26日に仮契約を締結いたしました。4. 請負金額は11億7504万円でございます。5. 契約の相手方は三菱電機ビルテクノサービス、竹菱特定建設工事共同企業体でございます。 四4ページから41ページには参考といたしまして、平成28年3月に契約を締結した再整備工事の受け入れ契約の概要を、また議42ページには第市章の位置図、新施設のイメージ図、および長官図を掲載しておりますので、ご参照いただければと存じます。議43ページをご覧願います。最後になりますが、議151号および議第152号、 京都市中央卸売市場第2市場再整備工事に係る、市場本島新築工事等及び衛生設備工事の請負契約の変更につきましてご説明申し上げます。はじめに1、契約締結の経過でございます。現契約は、京都市中央卸売市場第2市場の再整備工事において、市場本島の新築工事等及び衛生設備工事を行うため、本年3月2日にご決いただき、 市場本島新築工事等は、松村組高塚工務店特定建設工事共同企業体、衛生設備工事につきましては、京栄中川特定建設工事共同企業体と請負契約を締結したものでございます。次に2、契約変更の理由についてでございます。現契約は平成27年7月の公共工事設計労務単価等に基づき、予定価格を積算し、締結したものですが、 労働省の賃金及び材料の価格の変動に伴い、受け入人からの請求により、平成28年2月から適用する単価等に基づき、積算した額に変更する必要が生じたものでございます。3、契約変更の内容につきましては、市場本島新築工事等については、現行の請負金額から8068万320円増額し、30億8308万320円で、 衛生設備購入につきましては、現行請負金額から164万9160円増額し、4億7684万9160円に契約変更を行うとするものでございます。議案についてのご説明は以上でございます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。まずはじめに、議第144号、上湯毛農業集落排水処理施設条例の一部改正について審査いたします。 それでは質疑のある方、挙手願います。それでは西村良美議員。はい、あの144号なんですけれども、えー、京都市のまあ農業集落排水処理施設のまあ条例改定なんですけれども、まずですね、あの確認したい意見がございまして15ページのですね、あの図面が載っているんですけれども図面が 15ページですねあの特管下水と農業集落下水がですねこれ1つの,あの図面に載っておりまして、まあ、赤とそれから黄色で分けられておりますけれども農業集落のですね下水処理のポンプ場がですねこれ記載されてないんですよねで一方でですね上下水道局の京北浄化センターはですね これはよく分かるように書いてありましてなんかどうも一体的に受け止めてしまう誤解が生じるんですけれども集落排水事業と特管下水これは全く別の仕組みでありますのでこのポンプ状の明記それから何かつながっているような表現になっていますけれどもこの辺のところはですね あのなぜこういうことになっているのかということなんですけれどもいい木,戸木戸農林振興室長。あの ごご指摘いいただきまましてありがとうございますあの表記の仕方非常にあのちょっと不適切な部分ございまして申し訳ございませんが上の,あの扇状にこう開いたとこがございますがこれがあの上峯の農業集落排水のえ事業処理区域でございますがそれの一番要の部分あの南側の ところに、えー、上峯の,あの集落排水の,あの処理施設を設けておりまして、あのそこと、えー、下の、えー、京北浄化センターにつながるものではございません西村芳美、はい、あの全然別の,あの制度であります、でそれで、あのつえのですね、つえという集落の、まあ、入り口のところにです、ねまああの、立派なあの下水処理場があ,のあります。 でまあ、今回、ですね、その料金をまああの下げますというご提案でありまして、地元の皆さん、大変、まあ、あの喜んでおります、でその関係で、ですね、最初にまああの説明がありました13ページの表のところなんですけれども、まあ、あの料金改定されて、こういう料金になりますという説明と、 ともにですね、汚水排水量のこの変更も、実は提案されているのではないかなというふうには思っております。だから条例改正の趣旨の中にはですね、使用量等の改正をしようとするものという文章なんですけれども、この使用量等の中には、汚水排出量ですね。 え最大まあ5000立方メートルを超える部分というあのまあそういう表現もありますけれどもここのです、ねえー、汚水,排,水質排出量の表もこれ改定をされるという、えー、こういう受け止めで,、えー、ではないかなというふうにはあの思います、えー、改正前の、えー、京都市上湯毛農業集落排水施設条例の別表の中にはです、ね排出えー、汚水の排出量は 最大で100立方メートルを超える部分、まあここまでしか表現されていませんので、えー、5000立方までというまあ表現でありますので、ちょっとそこの部分もですね明確にしていただきたいと思いますがどうでしょうか。はい、あの、はあ,あの手を挙げて、<laughs> 昨日失調。失礼いたしました。あのここの表の通り、えー、当初のあの現行の区分では。えー 100立方メートルを超える部分で、現行200円ということになっておりましたけれども、その区分が細かくよりなっていくということでございます西村よしみ細かく分け,分けられて、だから使用量の改正と、汚水、排出量の部分も変えますということだと思います。 で最大5000立方を超える部分というま表現なんですけれども、じゃあ、この上湯すの、ね、地域に、そういうあの、えー、まあ処理をえするようなです、ね、廃止するような、例えば民家とかですね、あるいは事業者というのは、これ、あるんですか、あるいは予想されているんですか。ま、えー、まず現行で申しますと、あのー 今、最大でも83リュウベをご,使用ご利用いただいておりますので、現行のお住まいの方が、それを超えることはございません、今は超えている部分もございません、それと、今後でございますけれども、そういう大規模なものができましたら、その処理施設自身に処理能力が、 当然、810人の処理能力でございますんで、それはこの中には適用できていかないと思いますが、これは全体の今上池、上峯京北地域の公共下水と合わせるための表でございますんで、ここまでの部分を明記しております西村芳美、はい、あのおっしゃっていただいたとおりですね。 あの市内中心部の、まあ、公共下水、ですねそれからあの、まあ、特管下水、まあ、この表の、まああのえー、にあ合わせてですね農業集落排水の、えーまあ、この表も、まあ、変えますという、まあ、そういう話だと思うんですよね、まあ、全体的に、まあ、下水処理の料金を、まあえーまあ、下げていくということでありますので、だから統一をするんだという。 あの解釈だと思うんですけどもではです、ね、私あの考えますにです、ね、そこまで一緒にするんであればあの施設全体もです、ね、一緒にもう統一をしてしかるべきではないかなというふうにはあの思っておりまして、まあ、あの農業集落排水、まあ、施設の事業につきましては、まあ、これはあのやっぱり農村のです、ね、公衆衛生を改善するためにです、ね、これ今でもです、ね、大変、 あの重要な施設になっているのはいるんですけれども、あのそこまでまあ統一的な対応をしようとするのであれば、将来的にはです、ね、公共下水と農業集落排水の下水の処理はです、ね、これはまあ一緒にされてしかるべきではないかなというふうには思っております、そういう方がむしろ効率的ではないかというふうにの思うんですけれども、その辺の基本的な、まあ、お考えといいますか、いうのはどうでしょうか。起動失調 もともとの,の,あのこれはあの所管局あの法律の違いもございまして導入された経過が違いますそれとあの施設自身に対してあの上弓の,あの投下された、えー、助成金なりの。 そ,れのあのそういったものを今の施設をどうしていくかまたはあのそういった下水にえ統合していくにはその施設をどういうふうに今利用するのかいろんなあの課題それからあの国風なりとのえ調整もございます何があのそこで一番効率的なのかということを 当然あの、詰めていくのにあの時間がかかって申し訳ないんですけれども、そういうことを、えー、検討していきながら、その統一が正しいのかどうか、そしてそういう判断ができた時点で、えー、統合にあの必要なら向けると、そういう考えでございます西村よしみ公共下水,は下水道法の、まあ、対応。 それから農業集落のほうはです、ねまあ、浄化双法のです、ね、対応ということで、まあ、寄って立つものが全然違うというまああのところでありますあのでもです、ね、あの下水の処理だという点については、まあ、同じあの、まああのまあ、対応だというふうに思うんですよねあの、まあ、合理的にしかもです、ね、あのこの農業集落排水、まあ、下水処理のポンプ場のです、ね まあ維持管理をされているところは、これ、京都市内の業者ではないと、専門の,あのまあ業者がやっていただいているというふうなことなんですけれども、やっぱり将来的にはですねまあ統一管理をしていきながら、管路のですね維持管理も含めて、市内の業者の皆さんにですねあの対応していただくようなことの方が、よりあのえまあ税金の使い方としてはあのいいのではないかなというふうには思っておりますけれども。 あの基本的なサイドをどうやっていくのか、むしろですね、経、えー、北の将来を考えればあの農業集落排水という形ではなくて、もう市内と統一的に行っていくべきではないかなというふうに思っておりますけれども、最後どうでしょうか。起動失調 はい、あの一部あの、運営の中では、えー、上下水道局によりあの効率的にあのして、えー、なるために、えー、事務委任の部分もあの作ってまいりたいと考えますが統合ありきで考えるのではなくやはりあのどちらが一番メリットがあって両方にとって京都市にとって一番優位なのかということを判断を下しながら進めていきたいと考えます,、はい、いいですか進行いたします。 岩佐委員えあの私ももう今あの、質疑をしていただいたことをちょっとお尋ねしようかなというふうに思っておりましたので、あの基本的には同じなんですが、もうですから確認で結構なんです、えー、と今回の上峯の,あの農業集落排水処理施設については、これは100立方を超えるというところの対象の方々、要はあの値上げになるという方々は、いらあごめんなさい、2泊ですね。 まあ100からですけど、いないらっしゃらないということで、よろしいでしょうか。木戸市長こちらで記録している限り、最大で83リュウベを使われているということで、今までの方の中でございましたら、それを超えることはないと考えます。 岩佐委員。はい。あの、まあ、局は違いますが、上下水道局でもですね、今回議案が出ております。で、あの、まあ、特幹、えー、それから、えー、水道事業、あの、京都市と、あの、まあ、あの、京都市も一生懸命頑張っていただいて、あの、ようやく、まあ、こういう風うな形で、まあ、統一できるというようなことで、あの、これ自体は良かったなというふうに思ってます。で、今もありましたが、あの、まあ、根拠法が違いますので、えー、まあ、その中で特幹とか。 水道業というのもあの今までかかったわけですけどあのしっかりとこれからもです、ね、あの運用面においてはあの決してその、まあ、同じ1つの,あの京都市内でありますからあのしっかりとこう,こういう価格体験もそうですし何か困った時がある時に、まあ、あっちだこっちだというようなこともです、ね、スムーズにいくようには あの連携を取っていただきたいというふうに思いますのであのその点は今ではどう,どういう形で取られているのかどうかもう合わせてちょっと聞いておきたいと思います。木戸市長 あの現在も、えー、京北の方の中で上下水と部局と、えー、農林部局の中であの現場のお客様に対してはお互いに、えー、連携をし合ってあの対応しているところでございますただそれをより今後効率的に、えー、一元的に対応ができるように、えー、お客様に迷惑をかけないようにそういう考えで今後は進めていきたいと思っております ぜひともその方向でお願いできたらというふうに思いますので、えー、以上、終わります他にございませんかえなければ次に議題150号から152号、中央卸売市場第2市場再整備工事、えー、冷蔵・冷凍設備工事請負契約の締結について、ほか2件、以上3件につきましては、 いずれも中央卸売市場第二市場の再整備に関するものですので一括して質疑を行うことといたしますそれでは質疑のある方挙手願います、はい、では樋口委員、えー、受け負い契約の変更の、えー、議案について、えー、少しお聞きをします 本島の新築工事で約8000万円衛生設備工事で約165万円の増額ということになっていますでこの内訳はどうなのかというふうなことをお聞きをしましたら、まあ、大変細かい設計算の積み上げになっていてなぜ8000万円165万円増額になったのかは 示すのはなかなかか難ししいなといとう説明も受けましたただ、まあ、それだけでは、ね、なかなか市民の皆さんへの理解というところでは、えー、難しいところもあると思いますので、まあ、全て、ね、それ示すのが難しくても例えば、えー、主なものでこういう変更があった、まあ、こういったものをいくつか紹介はでできないでしょうか高溝第二市場長。 はいあのー、京都市はあのー、この労務単価の上昇に基づきまして当初設計時の工事価格にその新労務単価それから契約時点の物価を反映させて見直し後の工事価格を算出しております、えー、今先生あのご指摘いただきましたように、えー、内訳書が非常に多く1000ページにも及ぶ中で1ページには20から30項目もあるそういう、えー、単価項目を改定しております、えー、例えばですね採石 ですと、一流米あたり約360円増の1.06倍、それから基礎の型枠なんかですと、1平方メートルあたり50円増になりまして、1.015倍に上がっております、まあ、こうした項目を積算いたしまして、積み重ねた結果が、この約8000万円ということになった結果でございます、以上でございます。にも及ぶような内容が ものだという話でありますけれどもそういったところを、ね、しっかりとチェックはしていただいていると思いますけれども、えー、少し、ねえー、分かりやすく何か示せるようなものがあったらなというのは気はしますけども、まあ、ううとと今回の議案ではあの本島の新築工事と衛生設備工事の契約変更なんですけれどもあの第2市場の工事で言いますと 先ほど少し説明のときに紹介もありましたけれども、この2つの工事契約と同時に4つの請負工事の契約が行われています、でその今後、だからこの同様に4つの請負工事に関して、増額の請負変更が行われる可能性というのはあるんでしょうか。木戸第二市場長 あすいません、高溝第2市場長失礼いたしました。<laughs> 失礼しましまた、えー、ご答弁させていただきます。あのこの28年の3月に、えー、議決いただきまして、えー、工事契約たいたしましたのが、先ほどあの先生からもご紹介いただきましたように、えー、6本でございます。えー、今回、この2本になりましたのは、えー、この新労務単価の、えー、に基づく請負代金の,その変更については、えー、いわゆる特例措置ということで、えー 私、京都市の、えー、契約の方から、請、えー、負い業者の方に通知を出しております、えー、協議に、えー、請求をしてくるようにという通知を出しておりまして、その請求期限が当該工事の契約締結の日、ですから,3あのから30日以内としますということになっておりまして。 その30日以内に他の4本は、えー、協議の申し入れがなかったということでございます従したがいましてこの2本以外にはこのローム単価の,、えー、その値上がりですかこれをに基づく受け入れ契約の変更というのは出てこないという認識しております以上でございます樋口委ほ、はいまあ、他のところは手が上がらなかったので変更はないだろうという話でありましたで最後ですけれども今、まあ、ローム単価 設計ロム単価が、ね、この間4年連続で上がっている、まあ、もちろん材料の高騰もありますけれども私はこの設計ロム単価が、えー、毎年上がっているというのは非常に大事なことだなと思っていますそれでその上で、まあ、今回契約が変更されるわけですからこれが実際に現場の労働者にその労務単価が払われることが重要と考えるんですけれどもその担保はあるんでしょうか 高水第二市場長、はい、元請け、下請け、これも契約でございます、民民の契約でございます、また労働者においても、一つの民民の契約でございますので、いわゆる強制的に何か確認するということまではできませんけれども、例えば今回の特例措置の変更の請求書におきましてですね、 契約および下請け契約についても、社会保険料相当額の適切な支払いなど、契約をする旨の制約を受けているところでございます、また、あの国土交通省の方からも、今回の,その改定に伴う各自治体の方に適切にあの変更契約をしてほしいという、そういう通知が来ておるわけですけれども、えー、同様に国交省の方から、建設業団体宛てにも適切に行うようと通知がされているところでございます以上でございます。 社会保険料を、ね、しっかりあの算定していくというのも重要なこの間の取り組みだと思いますただ、今言われたように民々の関係でという話がすぐに出てくるんですね、なかなか,だから現場の労働者の実態というのを掴むと、本主として掴むということになっていないというのが、まあ、今回に限らずどこの現場でも同じ答弁が返ってきています。ですかから私はやはやりりそこにしっかりと 京都市としての責任を果たす必要があるこの手法として一番有効なのが公契約条例のに賃金条項を設けることこのことによって現場の労働者の賃金が決まってきますから本当にそういったこともしっかり行っていく皆さんの産業観光局というところが経済の活性化雇用の確保 雇用の条件の向上ということも担っているところでありますからそういったことをしっかりと京都市総体として取り組んでいくんだということも考えていくあの直接は行財政局かもしれませんけれどもこちらの局の方からもしっかりとものを申していただきたいと思います。以上ですす進行いたします温塚副委員長 私の方から150号の方で確認をしたいと思ってまして、まあ、あのこの工事、一応まあ整備工事とはなってますけども考え方によると要はこの冷,凍冷蔵冷凍設備を、まあ、その実際には現地でどこまで設定するかというのがあるんですが基本的には機械を作ってそしてその機械を据え付けるという類のものなのかなと感じてるんですけどもその考え方として要はその 建設工事という意味合いの方が強いのか、もしくはその冷凍冷蔵設備というその特殊なもの、その機械を組み立てるということが主体的な工事になるのか、その辺の考え方についてもう一度、説明をいただきたいと思いますが、いかがですか。 いわゆるあの先ほども申しましたけれども、六本の工事の中で、地上本島の新築工事のほかに、空気調和設備工事、衛生設備工事とほかにあります。空気調和設備工事とまああの同じとは言いますけれども、これは建物の空調設備でございます。今回の冷蔵冷凍設備につきましては、いわゆる特殊環境の,あの工事ということになります。ですから、機械を据え付けるじゃなくして、部屋全体の冷蔵庫、 こと言いますか、冷蔵庫室と言いますか、そういった部分を冷やす冷やす、冷やすえー、マイナス -30 度から、えー、プラス5度そ、それとかつ結露の防止などの、えー、行う空調設備を整えるということでございます。以上でございます。恩塚副院長、まあその意味で言うとその、えー、まあ。 基礎工事を始めてそうした建築工事の主要なところもあるんでしょうけどもむしろその一つ一つの性能がしっかりと保たれるような、まあ、部屋もですけどもその機械というかねその要は単に建物じゃないわけですからその建物の中の本当はその要は極端的にこういう建物があってその建物の中にその3今の氷点下30度とかの状況を保てるような設備を。 つけることとですよね研修会会だとしたらでそう思うとこれがあの通常の建設工事に該当するのかどうかっていうのが僕引っかかるところがあってつまり先ほどの、えー、契約変更の話もと同様なんですが、えーそのえー、国交省の言われる工事労働者の、えー、賃金単価によってインフレスライド条項があって、まあ、今回、えー、契約変更が 起きてるわけけですけどもこの150号の物件建物工事についても同様に、えー、そのインフレスライド条項がかかるような工事になるのかどうかっていうのが僕はちょっと分からなかったんです通常の工事であれば飛び、えー、職人とかそういう普通のねその、えー、仕事をする職級がちゃんとあるのでその人たちの単価が決まってるかそれによってインフレスライド条項が該当するわけですけども。 これはむしろそこっていうのは大変少なくてむしろ機械を作る専門家の方々による工事であってだからその通常の建築工事とは違うんじゃないかなと思ってるんですでそういうふうに思うとあのこのインフレスライド条項っていうのがなかなか適用しにくい状況にあってこれについてはそういう可能性があるのかどうかっていうのを教えていただきたいです高溝第二市場長、えー あ,のあくまでもえ今回、契約の相手方になっております三菱ビルテクノサービス、それとえ京都市のえー中にあります竹菱、これは観光事業者でございます、いわゆるあの空調設備等を行う観光事業者でございます、したがいまして、先ほどちょっとインフレスライド条項ということがございましたけれども、今回はインフレスライド条項ではなく、いわゆるローム単価の上昇という部分における特例措置、この部分につきましては、 この部分といいますか、この冷蔵冷凍設備工事、これにつきましては、新しい値上がった後のローム単価をもとに計算しておりますので、その変更ということは起こらないということでございます温塚副委員長。工事の内容としては該当するものもあるけれども、今の状況でいうと、今後この分、この150号については、 契約変更はおそらく起こらないだろうということで、今、ご回答いただいたということでよろしいですか高溝第二市場長。あの工いわゆる何,何かが起こって設計変更ですね、工事内容が変更されるとか、そういった事情がない限り、それからまた新しく労務単価が上がるとか、そういうことがない限りは、えー、151号、152号ですね、これに該当する、えー、には当たらないということでございます。以上でございます温塚副委員長 分かりましたあとその上でねあの先ほどから同じことになるんですが通常の建物と違うだけにこれに対しての,あの保証期間ですねその単に工事として建物が何年間持つとかっていう話じゃなくてこの要は氷点下30度に保たれる設備としての保証期間とかっていうのはこの三菱等との契約の中でどういう形になってるんでしょうか 高溝第二市場長申し訳ございません、えー、と例えばいつまでとか、何年とかいう数値まではちょっと持ち合わせておりませんけれども、あの一定の工事完了後の保証期間はあの当然ございまして、30年度に新施設を稼働させ、30年度中に完了という形になるんですけれども、新施設を稼働させる中で,です、ね、いろんな支障が生じる、その部分はこの工事契約の中で反映させていくということでございます以上でございます。 塚副委員長これ、ね、繰り返しですけど通常の建築工事じゃなくてその設備が機能しないといけないということであればねその保証機関っていうのは当然この状況でね説明いただけないとおかしいんじゃないですかだからそういうところがあってそういうものも含めて今回の契約に至っているとある意味 PFI と同じでね実際に単に工事だけしてしまって終わりということじゃなくてその後どうやってそのこの機能を維持させるかっていうところまで ちゃんと入ってるから契約をしているはずなのにそのことについての説明が何もないというのはやっぱおかしいと思いますし今ここで説明ができないというのはやっぱそこはあの本来この議案を挙げるにおいての立場として課題があるんじゃないかなと思いますまその意味でも支給に、えー、そこについては資料として提出をいただきで、えー、より、えー、その契約内容として分かりやすいものをあのその今の,契約期間あの保証機関のみならず ご提出いただきたいというふうに思います。いかがですか。高水溝第二市場長。星君通り大変失礼いたしました。この契約の内容、それから保証期間と合わせまして、資料として。あの、後日、誠に申し訳ございませんが、提出させていただきたいと思います。以上でございます。御塚副委員長。はい、ぜひ、それはお願いします。あの、繰り返し、申し訳ないですけれども、やっぱり、その。えー、単に、この建設工事と聞くとね。 建物だけの性能管理になっちゃうんですけども、やはりこういうものはやっぱり違いますから、そういう中で、我々としてこの金額でこうやって契約されて、でもその後、どういうふうに保証期間が保たれて、この第ニ市場が機能していくのか、そこまで把握をすることが必要だと思いますので、これは50 150、これまでの建物のものとは違う位置づけであるということを、ぜひご理解いただきたいと思いますし、この後、 第一市場等もね、同じようなことが出てくるわけで、まあ、そういうときにしっかりと対応いただくことを強く、えー、要求してお願いしたいとだいま、恩、えー、塚副委員長から要求のありました、冷凍、冷凍、えー、設備の、えー、にかかる保証期間などのお資料、提出できますか。はい高す 2> 提出できるということですので、委員会資料として提出を求めることにご異議ありませんか。はい、ご異議ありませんので提出を求めることといたします。では進行いたします。豊田委員。えー、すみません、えー、私の方からまずこの、えー、この第2卸売市場に対してですね、えー、この40ページの方に。 現在までの請負い金額ということで、表示をいただいているんですけれども、今ね、この,まああの第151号、152号でまああの資材単価とか人件費が高騰するということで、今後、こうした議案も出てきているんですけれども、最終的にね、この整備事業ってどれぐらいにねなる予定なのか、まず教えいただけますでしょうか。高水第二市場長 今回の再整備事業につきましては、平成30年度末までを予定しておりまして、先生、今ご指摘の最終的にという事業費としては、約100億円を考えております、以上でございます豊田まあこれ、私、以前から申し上げてるんですけどね、この第2市場っていうのは、基本的に食肉を取り扱うということで、実際、京都市内に、 まあ、食肉というかですね、まあ、畜産業を営んでおられる方って、まあ、私、ほとんどいないと思うんですね。まあ、そうした中で、まあ、この、僕、え、が、ー、書いてある、えー、海外輸出の推進とかですね、まあ、そういったことを考えていくと、まあ、実際これ、正直申し上げると、京都府がね、えー、やらなければならないことって、たくさんあるんじゃないかなと思うんですよね。えー、とりわけ、えー、今日のブランド産品ということで、京都府の方でも、えー、京都肉っていうことでね、 えまあ取り組みをされてますし、まあ、それをまあ京都市がここも利活用京都市のこの施設を利活用しながらね販路を拡大していくということであるならばね私はえ京都府に対してもしっかりとですね、えー、支援、まあ、金,金,金銭的な支援ですねを求めていくそしてまあ結果を出していくということが必要ではないかなと。 ただ、特段、まあ、今回のようにです、ねまあ、こういった資材単価や人件費が上がってくるとです、ね、当然ながら、まああのそれ、それ相応の負担をさらに京都市本社は行っていかなければならないわけでありますので、しっかりと京都府に対して支援を求めていく、そして結果を出していくということが必要ではないかと思いますけれども、その点についてはどうなっているのでしょうか。高水戸第二市場長 今回の事業費100億円の財源でございます、財源につきまして、一言申し上げたいんですが、まずは国庫補助の方で約3割の32億、それから私災で60億、一般会計から5億円という形で見込んでおりますけれども、今、先生ご指摘のように、今日第2市場でいわゆるさばいておりますといいますか、のあの第2市場の取り扱いの中で、京都府内産の畜産物が大体17、8%。 程度ございます、えー、これが風の畜産振興に当然つながってまいるということでいわゆる職としてのその台所府民の台所でもある市民の台所でもあるというだけでなく、えー、いわゆる不内畜産の振興に寄与するものであるということを、えー、理由といいますかお伝えいたしまして京都府にも京都府からの独自の財政支援について、えー、要求といいますかお願いしているところでございます。えー、府の方もいっ 指の定の理解は示してくれておりまして、えー、現在、事務レベルで協議を進めているところでございますす以上でございま新聞等々でね、まあ、支援を求めてるというのは、私も承知はしてるんですけども、なんかね、まあ、本来なら整備をする前にね、あの財源を確保してからね、整備に当たるっていうのが、まあ、私は普通の考え方だと思うんですよね。 まあ整備をこういう形でする、もうそして着手しておいて、その後にね、京都府に支援を求めても、もう出来上がるのは分かってるんやから、京都府にしても財政状況、決して良くない中でね、わざわざまたそこから拠出するっていうのがね、なかなかどうなのかなと、京都府はまあその考えなければならないっていうことは言ってますけども、実際にまあ先般、市長とえ知事との、ね、会話のときにも、こういった話は出てなかったというふうにまああの聞いておりますし。 まあ実際、京都市の方はね、まあ、山科区の河川改修についてはね、えー、安所寺川については京都市が請け負う、そして、まあ、京都府が四、えー、宮川については受けあの責任を持つというような形で、まあ、安所寺川の改修、これができるのは私、山科区の人間としては非常にいいことでありますけれども、一方で京都市はそれを負担しなければならない、一定の金額を。ならば、まあ、今回ね、ならばね、バーターじゃないですけどね、しっかりとね、こういったところもね、話をしとかないと、私は、 あのいけなかったんじゃないかなと、まあ、ただ検討しているといっても、もう現実に進んでて、まあ、この第2市場、完成、近づいていく中でね、やっぱり私は財政的な支援というのは、もうとにもかくにもね、早く議論してね、結果を出さなければならないことじゃないのかなと思うんですけども、あの局長どうお考えですか村上産業戦略官 この件につきましては、2年前からですね、府市協議の中で、市長から知事に直接、今、議員まさにご指摘のとおりです、ね、畜産振興にも資するものであるということをお示しして、府からの負担も求めているところでございますけれども、一方で,です、ね、市場のこちらの改築の方、ですね、衛生の面からも、また輸出対応といったような、対応の面からもですね、急がれている面、ございます。 またあの一方、国からの支援、国からの補助金もだんだん枠がです、ね、国も全体として財政難でございますので、絞られてきているという状況の中で、この時期に着工しておかなければ間に合わないこともございました、まあ、そういう状況を全体として考えながら、ふとも協議をしながらです、ね、並行して進めてきたというのが現状でございまして、しかし、議員ご指摘の 根本的な考え方というのは、私どもも全くそのように思っておりまして、京都の畜産振興、また消費の面からも、ですね府民、市民ともにです、ね、メリットのあることでございますので、これはあの、ま、全くその論点で、京都府と協議しているところでございます。ぜひあの、議員の皆様からもですねご支援お願いしたいと思いますし、私どもも一生懸命協議してまいりたいと思っております。 田委員しっかりね、私は結果を出していただきたいと思います、まあ、本当、先ほど、17から18%も京都府内産の牛,あの、ね、牛をまあそこで裁、えーまあ、くというか、あの処理されるということであるならば、まあ、本当にね、5分の1近い、それだけでしたら、やはり現時点で国の方から30%、そしてまあ残りが市が負担しているような話の中ではね、やっぱり。 私は、あの京都同も適切な、ね、やっぱり措置を講じてもらうようにしていかなければ、まあ、本当に京都市が基礎自治体で市民から近い、そして、まあ、あの市民からの要望も多いというようなことでね、まあ、ど,んど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 ん京都市があの地べたを這い回ってしなければならないこと、それを風が上から見ててです、ね、結局、まあ、私も不意任してたんで、あんまりこんない言ったら、何してたんや言われるかもしれないですけども、まあ、やっぱりそう,そういうね、構図じゃなくてね。 やっぱりしっかり、不思協調っていうね、京都は言葉があるわけですのでね、やっぱりしっかりとこうした第二卸売市場、まあ、第一卸売市場もそうなんだと思いますけれども、ね、しっかりとね、京同と共同市がバックアップをして、市民の台所を守っていくと同時にです、ね、えー、生産物の販路拡大ということにも取り組んでいただきたいなということを求めて終わりますはい他にございませんか、はい、なければ以上で、二区議案に対する質疑を終わります。え次に報告聴取を行います。 はじめに京都市宿泊施設拡充誘致方針、過少、素案に対する市民意見募集の結果についての報告を聴取いたします。なお、報告聴取にあたり、都市計画局の関係理事者にも出席いただいておりますので、ご承知おき願います。えそれでは、理事者、報告願います。三重の観光枚数推進室、枚数戦略推進担当部長、着席して報告してください。はい。 それでは、えー、京都市宿泊施設拡充誘致方針確保過少の策定にあたり、草案に対する市民意見募集を行いましたので、その結果についてご報告とするとともに、意見を反映させた京都市宿泊施設拡充誘致方針確保案についてご説明いたします。お手元の経済総務委員会資料をご覧ください。それでは、市民意見募集の結果についてご報告いたします。 まず資料1、京都市宿泊施設拡充誘致方針、各個過小素案に対する市民意見募集の結果についてをご覧ください。1、市民意見募集の概要ですが、各1、募集期間は平成28年9月7日から10月7日までの1ヶ月間で、各2、意見数は426件、 意見応募者数は303名になりました。かっこ3、ご意見をいただいた方303名の性別は、男性からのご意見が女性からのご意見よりやや多く、年齢属性は40歳代から60歳代が中心となりました。また、英語や中国語による海外からと思われる意見書も6件ございました。2、ご意見の内訳ですが、 第3章2、民泊に係る取り組みと本市の考え方についてのご意見が266件と約6割を占めており、次に今後の具体に実施していく取り組みを掲げた第3章1、宿泊施設の拡充誘致に対する取り組みについてのご意見が95件と多くなっております。ページを1枚おめくりいただきまして、 資料1の別紙をご覧ください。資料1の別紙は、いただきましたすべてのご意見の用紙とご意見に対する本詞の考え方を方針の構成ごとにまとめております。この別紙に沿って、主なご意見とそれに対する本詞の考え方をご説明いたします。まず、第1章1、 宿泊客及び宿泊環境の現状と課題については、意見1、外国人宿泊客の急増により、泊まりたくても泊まれない日本人観光客が多くいることを記載すべきというご意見を頂戴いたしました。このご意見を踏まえて表現を修正することといたしました。続いて、第1章2、今後の見通しでございます。 意見4から86000室の宿泊施設が本当に必要なのかというものですが国において平成32年2020年の訪日外国人宿泊客数目標を平成27年2015年の2倍である4000万人としております本市では平成27年2015年の外国人宿泊客数がすでに 三百十六万人を記録しており、平成三十二年、二千二十年には少なくとも四百四十万人となることを想定しております。これに加え、日本人宿泊客数について、これまでの実績である一千二百万人程度を維持した場合、一万室の客室が必要となりますが。 これにすでに開業が予定されている宿泊施設の客室数4000室を引いたものが新たに必要となる客室数6000室でございます。また、世界観光機関の統計によると、国際観光客数は平成32年、2020年以降も増加傾向であることから、本市の外国人宿泊客数はさらに増加すると見込んでおります。続いて、第2章に、 宿泊施設の拡充誘致の考え方については2ページ意見12から13地域住民との調和を重視すべきというものですが本方針の基本的な考えの第一の柱を地域や市民生活との調和を図るとしており市民宿泊施設の拡充誘致にあたっては地域や市民生活との調和を大前提としております 次に3ページ、第3章1、宿泊施設の拡充誘致に対する取り組みについては、意見25から26、個性的で京都らしいホテル開発や旅館の事業承継を公的機関でサポートする仕組みを作るべきというものですが、旅館ホテル等拡充誘致総合窓口を設置し、質の高い宿泊施設の開業支援、 旅館の事業承継について支援を行ってまいります。続いて、意見31から36、交通の利便性が高い京都駅周辺へ宿泊施設誘致や建築規制の建築制限の緩和をすべきというものですが、市内各地へのアクセスに便利な鉄道駅周辺での宿泊施設の開業を促進するため、 旅館、ホテル等拡充誘致総合窓口等で開業に向けたサポートを積極的に行うとともに都市計画によるさらなる誘導方策や規制緩和なども含めて検討し積極的に誘致してまいります次に4ページ意見40から次のページ意見59 までえー、上質な宿泊施設を市中心部以外にも誘致してもらいたいというものですが本方針は市内の中心部のみでなく中心部とは異なる魅力のある山麓地域なども含め市内の多様な地域に宿泊施設の開業を促進することとしています。 また、特例措置の適用は生活環境に大きな影響を及ぼす懸念があるとの意見もいただいており住居専用地域と宿泊施設の立地が制限されている地域においては地域との調和した質の高い宿泊施設に限り立地を認める方針を広く発信するとともにいただいたご意見を踏まえまして本方針の上質宿泊候補施設の考え方に 地域や市民生活との調和が図られている施設であることを追記し、今後より具体的な要件を検討してまいります。次に8ページ、意見94から95、上質宿泊施設のイメージには建物全体のボリュームについても記載すべきというものですが、ご意見を踏まえて上質宿泊施設のイメージに 建物規模が周辺との調和が図られた施設であることを追記いたします。次に9ページ、意見98から108、旅館に対する支援を行うべきですが、旅館は日本の文化を五感で感じることのできる上質な魅力を持つ施設でございます。また、外国人宿泊客にとって、京都ならではのおもてなしを感じられる 魅力ある施設であり、海外に向けた旅館の魅力発信や、外国人宿泊客の受け入れに向けた支援などに取り組んでまいります。次に10ページ、意見109から117、周辺自治体と連携して宿泊客を受け入れるべきですが、ご指摘のとおり、本方針には周辺自治体との連携を掲げており、周辺自治体エリアの宿泊施設と連携を強化し、 広域で観光客をを受け入れ、利便性の向上を図ってままいります。次に11ページ第3章に民泊に係る取り組みと本市の考え方についてです。意見122から次のページ141違法民泊への徹底指導を求めるですが、現在違法な宿泊施設の適正化に努めているところであり、引き続き 警察など関係機関とも連携の上全長を上げて毅然とした態度で指導を行うなど引き続き一層の適正化を図ってまいります続いて12ページ意見142から144関係本令を遵守した民泊は増やすべきであるですが本市では関係法令を遵守し 周辺住民との調和が図られるなど適正に運営されていることを大前提に京都の暮らしを体験できるなどの付加価値を持った京都における新しい宿泊観光コンテンツとして京都らしい良質な民泊を誘導することが必要だと考えております次に13ページ意見154から161 許可を得ている宿泊施設については、それを明示するようにしてほしいですが、ご意見を踏まえまして、旅館業法の許可施設であることが屋外から明確にわかるような表示を進めてまいります。次に15ページ、意見185。指導要項にある民泊事業者の連絡先の開示先は、自治連や市協会長に変更すべき。 というものですが、ご意見を踏まえて表現を修正いたしました。次に、17ページ、意見206から218。ごみ処理をはじめとする宿泊者のマナーに対する指導を求める。ですが、新たに策定する指導要項により、地域住民との調和のためのルールとして、事業者には宿泊客に対し、 迷惑行為を防止するために必要な説明を行うとともに迷惑行為が生じたときは必要な対処を行うことを明確にし徹底を図ってまいりますまたご意見を踏まえまして民泊から排出されるゴミについては事業活動に伴って生じるごみとして適正に処理するよう指導していく旨を追記いたしました次に18ページ意見2 3 0 旅館業法の許可を得ている施設の事例や有料事業者の体験談などを周知してほしいですが本市の宿泊施設は関連法令を遵守し周辺住民との調和が図られるなど適正に運営されていることを大前提としています他の模範となる事例について周知することにより適正な運営のさらなる促進が見込まれることから 宿泊施設拡充誘致に向けた施策の一環として取り組んでまいります。次に19ページ、意見231から次のページ、意見261までは、ホームステイ型の民泊について認めていくべき、との意見です。一方、21ページ、意見274から23ページ311までは、 民泊そのものを禁止、もしくは厳しく規制すべきとの意見です。現在、国におきまして、旅館業法とは全く別の法制度として、いわゆる民泊新法の検討が進められています。本市としては、今後の国の法整備の方向性を注視し、必要な要望を行いつつ、民泊を京都らしい良質な宿泊サービスにするため、民泊新法の詳細が判明した後、 具体的な取り組みについて検討を進めてまいります次に27ページ意見349から351民泊の定義を明示してほしいですがご意見を踏まえて用語解説を追記いたしました次に29ページ第4章地域別の宿泊施設誘致のイメージ については、意見386から387、雲ヶ畑や大原などの市内周辺地においても地域に調和した旅館や体験型宿泊施設ができるようにしてほしいというものですが、本方針におきまして、雲ヶ畑や大原をはじめとする地域を例示として記載しておりますが、市内の中心部のみだけでなく、 中心部とは異なる魅力のある山麓地域なども含め、市内の多様な地域に宿泊施設の開業を促進してまいります。続いて、第5章、京都市宿泊施設拡充誘致方針、括弧箇所、箇所を踏まえについては、意見388、 方針に沿って進められる宿泊施設の拡充誘致による経済的な効果や周辺への影響等について適宜把握を行い必要に応じて内容の更新を行うべきというご意見ですがいただいたご意見を踏まえ表現を修正いたしました次に30ページその他のご意見については意見392から394 宿泊施設拡充の一方で交通問題についても喫緊の課題であるというものですがご指摘のとおり交通問題についても同時に対応すべき問題であると認識しており観光バス対策や手ぶら観光の推進など引き続き取り組みを進めてまいります次に32ページ表示方法等に関するご意見については意見422 タイトルやサブタイトルに「市民の安心安全を明記すべき」というものですがご意見を踏まえて表現を修正いたしました続いて意見425「分かりにくい表現には注釈を入れるべき」というものですがご意見を踏まえて用語解説を新設いたしました続いて意見426「ホテルの件数などの数値は最新のものにすべき」というものですが ご意見をを踏ままえて数値を更新いたしましたしし以上が主な意見となっており、これらの意見を素案に反映して修正を行い、京都市宿泊施設拡充誘致方針、案を作成いたしました。本日は時間の関係もありますので、資料3、京都市宿泊施設拡充誘致方針、案で過失修正させていただいた箇所についてご説明させていただきます。資料3、 京都市宿泊施設拡充誘致方針案をご覧ください。骨子案から過失修正した箇所に下線を引いております。まず表紙ですが、サブタイトルに市民の安心安全、地域との調和を付け加えました。次に2ページをご覧ください。第1章1 1宿泊客数の現状分析に 外国人宿泊客の急増に伴い、京都に泊まりたくても泊まれない状況が深刻化しているを追記いたしました。次に3ページから4ページをご覧ください。宿泊施設数の推移を9月末時点の数値に更新しております。次に15ページをご覧ください。 上質な宿泊施設の誘致において、地域や市民生活との調和が前提であることを追記いたしました。次に16ページをご覧ください。上質宿泊候補施設、共通のイメージ、カッの考え方、イメージでは、先ほどの修正に加え、建物規模が周辺との調和が図られたものであること、 や各タイイプがよよりイメージしやすいよう日本語での説明を追記いたしました次に18ページから19ページにかけてご覧ください違法な,宿法な宿泊施設の一層の適正化において旅館業法の許可施設であることが屋外から明確に分かるような表示を進めること続いて民泊から排出されるゴミについては 事業活動に伴って生じるごみとして適正に処理するよう指導していくことを追記いたしました続いて指導要項の主な内容の中3事業者の連絡先の開示先を町内会長等から自治会等に変更いたしました続いてえ、地域住民との調和ふれあい交流の促進において 地域や市民生活との調和がしっかりと図られ適切に運営されている宿泊施設の事例をホームページで紹介することなどを追記いたしました次に20ページをご覧ください「括弧 2. 国において検討が進められている民泊新法に対する本市の考え方において本市が推進していくことが必要だと考える民泊の付加価値の例示として」 京都の暮らしの体験やホームステイによる市民との交流などの付加価値度を持ったものを追記いたしました。次に23ページをご覧ください。第5章に、括弧コ5について、周辺への影響等について適宜把握を行いを追記いたしました。最後に24ページ以降をご覧ください。 専門用語等を説明する用語解説を加出しました。以上が骨子案から加失修正した箇所です。資料の説明は以上です。本日、皆様からご意見を頂戴いたしまして、今月中に本方針を策定したいと考えております。どうぞよろしくお願いいたします。それでは、ただいまの報告について何か質問はございませんか では多数おられますので、報告聴取のあ、えー、途中ですが、午後1時まで休憩いたします。